はい、今日は自重を使って、2分で、指、手首、前腕を鍛えていきます。でやる前、しっかり、怪我しないように、手首、そして指を、ストレッチ、特に冬、結構関節硬くなりがちなんで、しっかりやる前に、ほぐしてからやるようにしてください。で今日紹介するのはプッシュアップの体勢、腕立て伏せの体勢からやっていきます。でフローリングでやると痛い種目もあると思うんで、下に、タオルとか何か簡単なマットみたいなのがあればやりやすいと思います。で後半初心者向けやっていくんで、初心者の方はそちらを参考にやってみてください。ではまずストレッチをしっかりしてから、一緒にやってみてください。
はい、まあ、指、手首、前腕、しっかり鍛えておくと、まあ、あらゆる場面で役に立つので、まあ、日常生活でも硬い瓶の蓋を取るときとかに非常に役に立つので、まあ、今まで鍛えたことない人もぜひ鍛えてみてください。ご視聴ありがとうございました。